パナソニック GH5 の発表会場に来ています。こちらにいらっしゃるのはパナソニックの高山さんです。高山さん、よろしくお願いします。今回 GH5 発表されたんですけれども、これまでも GH4 っていう定評の高いカメラがあったと思うんですけれども、どういった違いとかあるんですかね。非常に大きな特徴としては、動画の進化というところがあります。で、2つの世界初を持っているんですけれども、1つはですね、ミラーレス一眼で世界初となります 4K60p の動画記録ができると。他社では 4K30p というのは結構ポピュラーにもう最近積まれてきてはいるんですけれども、この30から60っていうのは相当な壁が厚いように感じるんですけれども、正直ものすごくありまして、特にやはりイメージセンサー、オーバーサイズのイメージセンサーからの高速読み出し、まずこの技術とですね、やはりその熱設計のところですね、非常に放熱の設計というものをしっかり仕上げないと、やはり連続記録ができないという大きな壁がありましたので、ここを技術の方でもしっかり取り組まさせていただきました。あとはどのような進化点ございますか。もう一つの世界初なんですが、これが 4K30p の 422.10bit 動画記録になります。この 422.10bit というのが少し馴染みの薄いそうですよね。これは映像制作とか映画の制作といったところで非常に必要とされる色情報、そういうものをしっかり持っているプロファイルで記録ができるということでございます。我々スチールが、撮ることが、ご覧になっている方も多いと思うんですけども、JPEG というのと RAW というものがあって、JPEG はもうカメラの中で絵が出来上がる状態、RAW というのは、ベースになるものがあって、後で、お好みに画質を変えたりだとか色を変えたりだとかっていうことができるという、大きな違いがあると思うんですけども、その、動画においての違いというふうに解釈してよろしいんですか。もうその通りですね。後工程、いわゆる編集の工程でしっかり色調整、色味を合わせて、映画のような質感とか非常に発色のような質感、いろんな形にですね、映像を変えていくことができるという、プロファイルですよね。その業務用の撮影の方は、主にそういった使い方をされるということですよね。わかりました。僕の個人的な感想なんですけれども、GH4 の時もちろん 4K という、記録で相当こう PR されたと思うんですけれども、当時結構、いろんな意味でこう僕まだ過渡期なのかなとちょっと思いつつもですね、ただテレビも当時だと3年前でしたっけ、あれデビューしたのが、4K のテレビが、とんでもなく高かった時代で、ようやく最近もう 4K のが普通になってきた進化があったりしてですね、なんとなくこうカメラにようやくテレビの方が追いついてきてな感じもするぐらいなんですけれども、この 4K60p はもうまさにこれからどんどんこう放送の方もですね、 60p 化して高精細化していくというところで、このカメラを使ってですね、その将来に向けてのコンテンツというものをしっかり記録していただく、そういった用途にも使っていただけるんじゃないかなというふうに思っています。で、今動画の話ばかり伺ったんですけども、スチールの方はどういった進化がありますか。この GH5 はですね、基幹デバイスでありますイメージセンサーとですね、画像処理エンジン、ビーナスエンジンを両方とも新開発で進化しております。ですので、この非常に高画質化ということと、あとオートフォーカスですね、空間認識テクノロジーというものを進化させて、非常にこう動体の追従性の高いフォーカスに仕上がっています。そしてもう一つがですね、高速連写の機能も革新を一つ入れておりまして、従来 4K フォトという我々が歌ってましたが、これを 6K フォト、画素数が増えてる、画素数が従来800万画素あったものが、18メガ、1800万画素相当の、サイズでですね、秒30個まで無制限に記録できる、すごいですね、機能を入れさせていただきました。とんでもない種類をじゃあカメラの中でそれも行っているわけですよね。とんでもないです。とんでもないですね。はい、わかりました。ちなみにこれ発売はいつぐらいになりますか。そうですね、3月を予定しておりますので、ご期待いただけたらなと思います。わかりました。レンズもたくさん出てますもんね。わかりました。ありがとうございます。